橋本金五郎、通称橋金の趣味は革命であった。桜会を結成したことでも有名で、3月事件、10月事件と呼ばれるクーデターを計画したが失敗。その後の226事件ではやったやったと歓声を上げ、泣いて止める上司を振り切って上京。決起部隊に占拠された陸将官邸に、商売診断校の総教中心よりおめでとうと怒鳴りながら乗り込んでいった。日米開戦には慎重な姿勢だった橋金だが、戦争が始まった以上は全力を挙げて協力、もっぱら政治活動に従事した。戦後の東京裁判では永久戦犯として起訴された。巣鴨プリズンの橋金はごく些細なことから激高し、常軌を逸した行動が目立った。白鳥敏夫の顔面をメガネが飛ぶほど殴ったこともある。釈放後、参院全国区に出馬したが惨敗。その後、肺がんにより死去した。 Kindle にてこれだけ読めば大英米戦争はわかるが発売中です。ぜひお求めください。